What's up guys? どうも皆さんこんにちは、リュウです。ついに世界一周が始まります。はい、ということで改めまして皆さんこんにちは、リュウです。今日の動画なんですけど、長年のね夢だったあの世界一周旅をね、スタートする目前までね来ました。今ね、4月の1日で、あとニュージーランド生活も、1ヶ月半ぐらいですね。ビザが5月21日までなので、あと1ヶ月。実際働く、ニュージーランドで働くのが、あと1ヶ月となりましたね。で、そっから、旅を開始するっていうことで、いよいよっていう感じですね。はい。もうちょこちょこ、ニュージーランドもね、出国する日を決めて、ある程度ね、航空券、最初に行く国だったりとかもね、航空券を取ったりして、もう、ほぼほぼ準備をね、進めてる感じなんですけど、バックパックとかね、その辺の旅グッズだったりとかをね、今買い揃えてる段階で、ということで、長年の夢だったね、世界一周がね、始まるっていうことで、本当に多分3、4年前ぐらいですかね、オーストラリア終わった後に、なんかやっぱ世界一周したいなと思って、なんか死ぬまでに行きたいとこがね、いっぱい出てきたっていうか、そういうね、いろんな出会った、そのワーホリの中で出会った旅人の影響だったりとかもあって、世界一周がね、やっぱ人生の僕の夢になってきて、で、やっぱいざお金貯めようと思ってイギリス行ったら、なかなか貯められずとかね、いろいろ伸びて、3、4年経って、やっとね、行動に移せるっていうことで、正直実感湧かないんですけど、でももう、最初のね、航空券を取ったっていうことで、すごくワクワクしてますね。はい。で、まずはね、世界一周のね、予算をね、発表したいところなんですけど、まだ実際ニュージーランドで働く期間もあと1ヶ月ありますし、で、あと、ニュージーランドで車買ってるんで、車を売ったりとか、しないといけないですし、で、あと、ホリデーペイって言って、今働いてる会社の総支給の 8% がね、返ってくるっていうことで、それだったりとか、あと、タックスリターンだったりとか、いろいろね、返ってくるお金があるので、それを出した後に、もうそれが予算になるっていうこと、感じなので、まだね、予算は出せてないんですけど、大体200万ちょいぐらいかなって思うんですけど、全部のね、お金がね、戻ってきた時に、予算もね、発表したいと思うので、お楽しみください。今日はね、ざっくりルートをね、発表していこうかなと思います。で、予算が大体200万として、もうちょっと正直ね、僕も全然想像つかないです。本当にいくらかかるのかっていうのもね、本当に行ってみないと想像つかないっていうか。なので、この動画を見た旅人さんいましたら、これはいける、これはいけないとかね、アドバイスあればね、ぜひコメントしていただければと思います。はい、ということで、ざっくりルート、これから発表していこうと思います。世界一周って言ったらもう本当、なんか西回りか東回りか、太平洋を渡って、アメリカ入って、こうやって一周していくか、で、東南アジア行って、で、ヨーロッパ行って、こうやって一周していくか、2種類あるっていうか、よく言われますよね。西回りか東回りかっていうのがね、あるんですけど、で、一番なんかその、黄金ルートっていうか、一般的なそのルートっていうのが西回りっていうことで、僕もね、西回りをやっていこうと思っています。まず最初に、ニュージーランドを、5月1日まで働くんで、あと、そのニュージーランドの期間が3週間あるんですよね。5月21日の航空券を取ったので、まずはね、その3週間で、ニュージーランドをもっと見たいなって、やっぱ、思うようになって、まだ、南島にも、で、生活してたんですけど、その中でまだ行けてないとことか、いっぱいあるので、その2週、まず2週間は、その南島での、生活、南島をね、回りたいと思っています。ロードトリップですね。世界一綺麗な星空って言われてる、星空観測ができるレイクテカポとか、あと、クイーンズタウンとかね、本当にまだ南島でね、行きたいとこいっぱい あるんで、そういうとこをね、回っていこうと思います。で、南島2週間を終えて、で、最後の1週間ニュージーランドで、北島に行ってですね、北島でロード・オブ・ザ・リングの舞台となったホビット村だったりとか、ちょこちょこ見たいやつがあるんで、ニュージーランドの墓のとこ、墓とかもね、見たいですし、で、なんか、でもロードトリップしながらなんかゆったりしていこうかなっていう感じです。はい。で、ニュージーランドで、3ヶ月最後過ごした後に、最初に行く国はオーストラリアですね。はい。オーストラリアで、本当ね、物価高くて、実際ワーホリしてたんで、別にも行く必要ないやろって思ったんですけど、言うてお隣の国なんでね、ジェットスターで軽く行けちゃうんで、数日ぐらいいいかっていうことでね、しょっぱなからね、こんな物価高い国に行くっていうことで、ちょっと腰が引けるんですけど、いいやと思って、最初ね、ゴールドコーストで3日間過ごして、で、シドニーに再、3日間ね、過ごそうかなっていう感じですね。別に特にね、何もすることはないんですけど、ただ僕のワーホリが始まった場所っていうか、僕の海外生活が始まった場所であるやっぱゴールドコーストにはね、もう一回行きたいなっていうのはね、若干あるんで、ゆっくりゴールドコーストでね、友達とかもいるし、ちょっと会って、
で、まあ、ビーチでまったりできればいいかなと思います。で、まあ、シドニーに関してはもう本当オペラハウス行ってボンダイビーチ見てみたいな、まあ、まあ一緒なみたいな感じなんですけど、まあ、ビーチでゆったりして、うん、まあ過ごそうかなって。まあでもあのシドニー自体がそのオセアニア あのハブ空港みたいな感じなので、まあ、そこから東南アジアに飛べばいいかっていうことで、まあ、あの最初ゴールドコースト3日間とシドニー3日間過ごします。はい。でシドニー終わった後に、まあ、5月の27ぐらいですかね、まあ、5月の27日に、バリに飛びます。はい。やっぱねインドネシアバリ島はねちょっと夢っていうか、まあ物価も安いですし、まあ、特にここ行きたいっていうのはないんですけど、まあ、やっぱり物価も安いですし、うん、まあとりあえずこの1年間このニュージーランドワーホリでひたすら仕事してきたんで、まあ、疲れを癒そうという感じで、まあ、まあいいんじゃないと思って、やっぱインドネシアのバリって言ったらやっぱ結構憧れる部分があって、ビーチも綺麗だしサーフィンもできるし、であとウブドとかね、まあなんかいろいろ観光スポットがあると思うんですけど、まあ、正直あんまり全然何も調べてないんですけど、まあとりあえず最初はバリでゆったりしようと思って、まあバリに1週間ぐらいいる感じですね。はい。でまあね、そのバリが終わって本格的にね、あの東南アジア編というか、まあ東南アジアをね回ることで、あの旅慣れっていうかね、まあ、初級編みたいな感じでね始められると思うんで、まあ東南アジアをねチョイスしました。まあ、なんせやっぱ物価がね本当に安いですね、東南アジアって。もうなんあのブッキングドットコムとかでね、まあ、宿とかねちょくちょく調べたりしてるんですけど、もう一泊ね1000円とかでね普通に個室取れたりとか、うん、もうね結構今もうテンション上がっちゃってます、ぶっちゃけ。でまあね、バリで1週間ぐらい過ごした後に、次向かうのがシンガポールですね。まあ、シンガポールもね正直別に行かなくてもいいです。はい。まあ、とりあえずあのマーライオンとあのチャンギ空港のあの滝みたいなやつありますよね、まあ、あれ見れればいいかなと。あとマリーナベイサンズですね。ということでシンガポールに行きます。シンガポールはあの1泊でいいということで、まあ、物価も高いですしねシンガポールは、まあ、なんで1泊して、でそこから陸路でねあのマレーシアに行こうと思います。でマレーシアはねあのクアラルンプール のタワーだったりとか、であとはあの鍾乳洞、洞窟みたいなのもあるし、まあ、あとはピンクモスクとかね、まあ、なんか結構インスタ映えするような方が、まあ、あるんで、まあ、ぶっちゃけ僕マレーシアは正直興味ないんですけど、その、ね、あのエマちゃんがねあの行きたいっていうことで、まあまあ、シンガポールからね、そのマレーシアまであの陸路で行こうと思います。まあ安いんでね、まあ、全然いいかなと思って、まあ、そこで 2,3 泊しますかね。はい。で、まあ、クアラルンプール 2,3 泊した後に、まあ、あのタイランドですね、タイに行きます。まあね、あのタイでは結構やることがあって、まあ、まずはねあの駐車ですね。なんでタイで駐車を打つかというと、あの日本の3分の1の値段でね、まあ、駐車が打てるっていうことで、まあ、あのやっぱ旅する上であの予防接種はねあの打っといた方がいいということで、まあ、あの黄熱病だったりとか、黄熱病の注射を打ってないとそもそも入れない国とかもありますし、であと狂犬病だったりとか A 型肝炎 C 型肝炎とかね、まあ、なんかいろいろあるらしいんで、まあ、そういう行く国を調べて、まあ、この注射を打っといた方がいいっていうことで、まあ、それに合ったねあの注射を打とうと思います。あのタイでねバンコクにあるあのスネークファームっていうところはね、あの日本のね3分の1の値段とかでね、まあ、打てるらしいんで、まあ、まあよくね旅人さんの人はあのここで打てみたいな感じでね、まあ、言ってるんで、まあ、無難にねあのそのスネークファームで、まあ、黄熱病だったりとか、まあ、狂犬病がねやっぱ一番心配なんで注射をまず打とうと思います。でバンコクにはね、1週間ぐらいいますかね多分。はい。あの、まあ、注射打ったりだとか、であとはまあ普通のやっぱバックパッカーの聖地って言われてるねあのカオサンロードとかね、あとその辺の寺院とかね、まあ、結構見どころはいっぱいあるかなと思いますし、であと注射をね2回に分けてね狂犬病とかはね、まあ、打たないといけないんで、まあ、1週間空けてとか打たないといけないんで、うん、まあ多分1週間ぐらいはいると思います。んで、まあ、そっから、まあ、タイの離島にね、まあ、行こうと思ってます。まあ、なぜかっていうとあのフルムーンパーティーですね。はい。あの世界三大パーティーって言われてるあの一つなんですけど、まあ、あの欧米人がね集まるパーティーみたいなあのよく言われてる。でそれがねあのタイのパンガン島か、パンガン島で、月一フルムーンの日に行われるらしいんで、まあ、ちょうどその日がねあの6月だと6月21日ということで、まあ、それに合わせてね、まあ、バンコクからあのフルムーンパーティー行こうと思います。まあね、よくねあの動画でなんか出てきて、まあ、1回は経験したいなと思って、まあ、僕もねもう年も年なんで、まあ、正直ねあのクラブとかはもう好きじゃないっていうか、もうだんだん落ち着いてきて別に行かなくてもいいやって感じなんですけど、まあでも人生で1回は経験したいなっていうことで、まあフルムーンパーティー行こうと思います。でね、まあ、フルムーンパーティーとか、あと、まあ、島でね、まあ、寒い島とパンガン島でね、まあ、ゆっくりした後に、まあ、タイのチェンマイとか行って、でそこから、まあ、基本的に陸路であの東南アジアをね回るっていう感じです。はい。
まあ、ラオスだりとかで、あと絶対行くのがあのカンボジアですね。シェムリアップ、アンコールワットはね、まあ、絶対見ておきたいのと、であとベトナム行ったりとか、うん、ベトナムのね、なんかちょっとめっちゃ行きたいとこがあって、ニャちゃんってなんか最近なんか東南アジアのハワイって言われてるとこがあるらしくて、まあ、そういうとこも行きたいですし、まあ東南アジアは多分1ヶ月ぐらいかけてゆったりね、旅慣れしていく感じでね、まあ回っていこうと思います。で、東南アジアが、まあ、終わりましたと。で、そっから次に行くのはやっぱインドですね、はい、やっぱ旅人イコールインドっていうね、イメージがね、やっぱめっちゃあるっていうか、やっぱインドは一度は経験したいなって思ってて、まあ、正直ね、あの行きたいか行きたくないかって言ったら別にそんな行きたくないんですけど、やっぱ一度は経験しておかないとっていうことで、まあ、せっかく行くんだったらね、まあ正直あのね、見どころはやっぱバラナシ、ガンジス川とタージマハルですね、うん、タージマハルはやっぱ見ときたいなっていうのがあって、でなんかよくね、旅人の人が言うのは、あのインド行けばあの人生変わるとかね、まあ、よく言うんで、であとめちゃめちゃインドにハマってめっちゃ行きたく、何回も行きたい人ともう一回でいいやっていう人に別れるとかね、まあ、よく話を聞くんで、まあ、正直そういうのも経験してみたいっていうか、僕はどっちのね方になるんだろうと思って、もう何回も行きたいのか一回でいいのかっていうのもね、ちょっと気になるし、うん、まあ、正直人生も変わるかも分かんないですし、まあ、そういうのをね、あの経験したいなっていうことで、まあ、インドは絶対行こうかなって思います。でインド行った後がね、もう普通は多分もう黄金ルートだとやっぱトルコのイスタンブールとかやっぱ行くと思うんですけど、ちょっとねここがねちょっと変態的っていうかちょっと変則的なんですけど、多分ですけど、南アフリカに下ります。はい、まあ、なんでねいきなりちょっとハードル高い南アフリカに行くかっていうと、ちょっと航空券がねちょっといろいろ調べてたら、まあ、安かったからですね。もうね本当にあの毎日あのスカイスキャナーとあのにらめっこしてるんですけど、アフリカのね航空券がね高いんですよね本当。例えばもうエジプトカイロから南アフリカまで行くんだったら、5万とかしますし、トルコとかね、まあ、ギリシャから南アフリカ行くってなるとあの6万とかしますし、やっぱ高いんですよね、やっぱアフリカの航空会社っていうか、まあ、アフリカ自体でかいですから、まあ、正直高いんですよね、まあ、なんで、まあ、偶然ねなんかいろいろどうしたらアフリカに安く行けるかっていうのを調べてたら、インドのムンバイから南アフリカのヨハネスブルクのフライトがちょうどスカイスキャナーであって、まあ、それが3万円台、3万7000円とかやったかな、まあ、4万円弱って書いてあったので、うん、なら、まあ、安いならこの便かなとかも考えたりしちゃってます、はい。まあ、まだねこれは確定じゃないんですけど、まあ、正直ねあのアフリカ行きたいんですよ、やっぱ見たい、普通に見たいんですよね。アフリカでやっぱサファリはやっぱ人生で一度は見てみたい、あのアフリカの大自然と動物たちをね、まあ、見てみたいっていうのと、でそれを調べた時に、まあ、ケニアのサファリとかだったら、まあ、5、6万とかね、あのそのサファリツアーでかかったりするんですけど、で、で南アフリカのお隣の国のボツワナっていう国 の、 あのチョベ国立公園、チョベサファリっていうところがね、まあ、よくあの動画で見てて、他の人のね動画で見てて、あの3000円とかでねサファリが体験できるっていうことなので、あならめちゃめちゃいいなと思って、で南アフリカからも近いということで、まあそこのサファリを目指していこうかなと思った時に、やっぱ南アフリカ、ヨハネスブルク、あの最強都市ってね、最も怖い都市って言われてるヨハネスブルクがね、あのアフリカ自体のハブ空港みたいな感じに、ね、まあ、なってるので、まあ、そこはね、うん、まあ、そこから軽く飛んでいけるっていうか、うん、まあ、お隣の国なので、まあ、ボツワナのチョベサファリに行くのと、であとはもうまたその隣にはあのジンバブエとザンビアの国境のあるビクトリアフォールスがね、まあ、あるんで、あの世界三大瀑布のね、まあ、そこも見ときたいなっていうのがあって、まあ、あのアフリカではまあ正直ねサファリとその滝ビクトリアフォールスをね、まあ、見れればいいかなっていうことで、まあ、多分そこの南アフリカヨハネスブルクからを経由してなんかいろいろその辺を回っていけたらなと思います。はい、まあ、あと南アフリカはあのケープタウンがね、まあ、絶対行こうかなと思ってるんで、ケープタウンで港町っていうか、うん、正直ね治安もそんなに良くないですし、うん、まあ、ちょっと怖いところあるんですけど、ケープタウンはねちょっと見ときたいなと思って、ね、結構絶景とかもね、あのテーブルマウンテンとかね、まあ、いろいろあるんで、まあ、そういうのはね行こうかなって思います。まあ、正直ね、まあ、いろいろタンザニアのねザンジバル島とかね、あのケニアのサファリとかマサイ族とかね、まあ、見たい気持ちあるんですけど、まあ、予算的にもこのくらいがベストなんじゃないかなと思って、アフリカって言ってもね、まあ、言うて結構高いですし、まあ、いろいろツアー代とかを考慮した時に多分ここぐらいしか行けないなと思って、まあそんな感じになると思います。で、まあ、南アフリカその他周辺のねサファリを終えて、まあ、行くのが次がエジプトですかね。はい、まあ、エジプトはやっぱピラミッドはもう鉄板ですけど、 もちろん見たいんで、まあ、ピラミッド行くのと、であと港町っていうか、港町 の、 あのダバブっていうね、あのよく聞くリゾート地があるんですけど、
まあ、そこでね、あの格安でダイビングの免許が取れるっていうことなので、まあ、別にシュノーケリングとかでもいいんですけども、もしね予算に余裕があったらダイビングの、ね、オープンマスターのアドバンスまでいけるかな、まあ、わかんないですけど、まあ、そういうね日本人のやってるそのダイバーさんとかがね、まあ、いるらしいんで、まあ、ワンチャン取れたらやってみようかなっていう感じですね。まあね、あとダバブでね、まあ、ゆっくりできたらいいなって思います。はい。で、まあ、次行くのが中東ヨルダンですね。まあ、ヨルダンでは絶対やっぱ、まあ、この2つなんですけど、まあ、ペドラ遺跡ですよね。もうあれはね、もう何回 SNS で見たことか、 YouTube でね、あの旅人の人のやつを見たことか、もうあれはもう本当憧れっていうか、もう本当インディ・ジョーンズの世界にいるような感じだったので、もう絶対あれは見ときたいなって思うと、で、あと司会でちょっとめっちゃ浮きたいというのがね、まあ、ヨルダンでの目標ですね。はい。で、ヨルダンからイスタンブールに行ってきます。はい、トルコですね。で、まあやっぱ無難にカッパドキアも行きたいですし、まあ、トルコにはね滞在しようかなって思います。カッパドキアのね、やっぱ気球はやっぱ死ぬまで見たい絶景というか、まあ、見るだけでいいんで、まあ、正直ね乗るか乗らないかはちょっと分かんないんですけど、まあ、予算の都合上でね、まあ、そういうのを見れたらいいかなって思います。はい。で、こっから、ヨーロッパ編スタートですね。で、まあ、ヨーロッパ最初に行くのがやっぱ多分ギリシャになるかなって思います。はい。まあ、ギリシャはね、まあ、イギリス行った時に行ったことなくて、でやっぱアテネのね神殿はね見ときたいのと、やっぱ、うん、そういう遺跡だったりとか、うん、ちょっと見たい部分があるので、まあ、アテネは絶対行きます。イギリス行った時に結構ねヨーロッパは回ってたんで、まあ、飛ばしになるんですけど、まあ、あと行きたいところがクロアチアのドボルザニクかな、うん、魔女の宅急便の舞台になった街ってこともね、まあ、言われてるところもありますし、であと行きたいのがハンガリーですね。まあ、ハンガリーね、温泉だったりとかで、まあね、街並みも綺麗ですし、まあ、ハンガリーのブダペストはね、まあ、行こうかなと思ってますし、ヨーロッパであとイタリアですね。まあ、イタリアはねちょっと結構がっつり回りたいなっていうのがあって、本当にベタですけど、ピサのシャトーはねめっちゃ見てみたいんですよね。本当に傾いてるのかって、まあ、こういうねなんか写真とかね、まあ、撮れたらいいかなと思いますし、であとイタリア料理もねちょっとたんまり食いたいですし、まあね、イタリアはベネチアだけはね、まあ、行ったんですけど、まあ、他のとこもねやっぱピサだったりとか、あと港町のねとこだったりとか、まあ、あとローマですね。まあ、ローマは一度は行ってみたいしね、その中にあるバチカンとかね、ちょっとねまだねイタリア不足なとこあるんで、まあ、イタリアはね結構がっつりめにいろいろ回っていこうかなと思います。まあ、基本的に多分ヨーロッパはね陸路でね、もう本当に安さ重視で行こうかなと思いますし、まああとね格安航空バリバリ使ってね、取っていこうかなと思う。 LCC ですね、取って、まあ、うまくやっていけたらなと思います。はい。で、イタリア終わった後に、うん、まあ、オランダ、ドイツとかもね、まあ、ワンチャン行けたらいいかなって感じですけど、オランダもね、まあ、正直アムステルダム行ったことありますし、まあ、でもオランダにはニュージーランドで出会った友達もいますし、まあ、会いたいなと思って、で、あと泊めていただければ幸いかなっていう感じで、まあ、ちょっとねアムステルダムじゃない多分からちょっと離れたとこにいると思うんですけど、まあ、そういう、ね、友達に会ったりしようかなと思います。で、オランダの後にフランスですね。はい。イギリスいた時に、ね、やっぱ一番近い海外っつったらもう本当フランスのパリとかだったんですけど、なかなか行かずにね、フランスはまだ一回も行ってないんで、まあやっぱ無難にやっぱパリは 2,3 泊して、ちょっとその辺のエッフェル塔とか凱旋門だったりとかで、あとはルーブル美術館ですね。モナリザはシンプルに見たいっていうのがありまして、で、あとはまあパリから離れるけど、モン・サン・ミシェルですね。あれはねやっぱ一度はちょっと見たいなっていうのがあって、まあイギリス中ね行き損ねたんで、そこには行くっていう感じですね。はい。あとこれまたニュージーランドでね出会った友達がいて、で、ボルドーと、ワインで有名なボルドーと、で、あと港町のニースにね友達がいるんで、まあそこの友達にはね会いに行こうかなって思います。なんかもう本当にマジでうちんち来てねみたいな、もう全然泊まり来てとかね言ってくれてるんで、まあ、絶対会いに行くかなって思います。ってことで、まあフランスを終えて、まあこっからですね、大目玉っていうか、ヨーロッパ最大の目的っていうか、スペインですね。はい。スペイン入ります。陸路で多分。スペインの目的はやっぱいっぱいあって、まあ、まずはねスペイン料理はめちゃめちゃ食べたいです。もうスペイン、正直バルセロナとイビザ島はね、イギリス滞在中に行ったんでね、やっぱ海鮮とかうまくてね、本当に。またね、やっぱあとバルセロナのね、サグラダ・ファミリアもう一回見たいっていうのもありますし、結構美術の作品とか、美術館とかね、行くの好きなんですけど、ね、中学の時に習ったピカソのゲルニカっていう作品がね、まあ、あるんですけど、それはね、マジで一度見たい作品の一つで、なんか紛争中のね、
のことを描いた作品なんですけど、絵がね、まあ、あるんですけど、まあ、それはね人生一応見たいなと思ったんで、まあ、多分マドリードの美術館にあるのかな、まあ、なんでそういうのを見るのと、であとサンセバスチャンですね。サンセバスチャンでね、やっぱ海鮮食いたいし、でワンチャンね、レアルソシエダの本拠地なんで、久保建英選手をね、まあ、見たいとかいうのもありますし、うん、まあ、スペインは結構がっつり盛りだくさんというか、いろいろ見どころあるんで、スペインはがっつり回っていこうと思います。でね、もう本当にこのヨーロッパの最大の目玉であるカミーノ巡礼っていうのをね、まあ、やっていこうと思ってます。はい。でこのカミーノ巡礼っていうのが何かっていうのは、まあ、巡礼路みたいな、キリストのみたいな感じでね、まあ、書いてありますね。はい。正直ね、僕キリスト教徒でも何でもないんですけど、まあ、最近はね、まあね、もちろんここは世界遺産のね、地でもあり、世界遺産の道みたいな感じでね、でもあり、で、まあ最近はね、なんかそういうキリスト巡礼っていうよりも、なんかアクティビティとしてなんかね、そういうのをね、やる人がいるらしくて、まあ、最近僕の友達もね、フランスから、フランス人の道、ポルトガル人の道とかね、まあ、いろいろ、なんかいろんな巡礼路がね、まあ、あるんですけど、まあ、僕の友達はこの前ね、世界一周してた時に、まあ、1ヶ月かけてフランスからそのカミーノでサンティアゴまでね歩いたということで、800キロね、まあでも過酷だけどなんかめちゃめちゃ楽しかったらしくて、まあ、僕もね、なんかなんとなく聞いてたんですよね、なんかそういうカミーノっていうやつがあるっていうので、ね、まあ、結構調べていくうちにやっぱ景色だったりとか、やっぱそういうのをね見て、で最近ではね、ニュージーランドで出会ったフランス人の友達も、まあ、やったらしくて、マジで行った方がいいぞみたいな言ってたんで、まあね、時間はあるんで。で、しかも、そういう歩く人たちの専用の宿みたいなやつがあって、まあ10ユーロとかでね、まあヨーロッパでは格安で泊まれたりするんで、まあそういう、ね、まあ正直歩きたいんで、めちゃめちゃ。ここがね、結構最大の目玉として、ヨーロッパのね、ヨーロッパ編の最大の目玉として、ちょっと歩き倒そうかなと思って。まあでも、まあ宣言協定の日数がね、まああったりするんで、まあどっから始めるかはわかんないです。はい。まあ、正直、2週間程度、でゴールできるぐらいのとこから始めようかなっていう感じです。はい。で、まあ、スペイン編が終わって、でそっから多分ポルトガル行きますね。はい。で、まあ、リスボンにはね友達がいるのと、であとポルト一回見たかったんで、これまたね、魔女の宅急便っぽい街って言われてる、まあ、とこもね、まあ、もう行きたい、ね、都市の一つなんで、まあ、リスボンとポルトはね、あとポルトガルで、まあ、行こうかなって思います。で最後に、まあ、またアフリカ戻っちゃうんですけど、もしワンチャン予算の都合上ってな感じにはなるんですけど、多分船で、モロッコまで行こうかなと思いますし、うん、まあ、そこはおいおいっていう感じで、まあ、そんな感じでやっていこうかな、行こうかなって思ってます。はい。はい、ということで、アフリカ、ヨーロッパと来て、で、こっからやっと中南米に行こうかなっていう感じです。はい。まあ、ここまでを、まあ、11月ぐらいに終わらせる予定でいて、で、そっから、まあ、スペインから、またスペイン戻って、でスペインから、まあ、メキシコあたりに行こうかなと思います。はい。まあね、メキシコでは、やっぱカンクンでね、ビーチリゾートでゆっくりするのと、あとセノーテ、グランテセノーテですかね。はい。めちゃめちゃ綺麗な泉っていうか洞窟っていうかね、まあ、そういうのも見たいなって思ったのと、まあ、そこには行こうかなと思います。はい。で、そこから多分グアテマラに行くと思います。はい。まあね、グアテマラはね、結構長居するっていうか、まあ、1ヶ月ね、そこでスペイン語留学しようかなって思います。で、グアテマラのスペイン語留学は、フィリピン留学のスペイン語版みたいな感じって思っていただければいいと思うんですけど、まあ、格安で、ホームステイしながら、で、学校にも行けて、まあ、多分10万ぐらいで行けると思うんで、ちょっとスペイン語はね、ちょっと興味あるっていうか、まあ、正直ね、ここから、南米編に入るんで、まあ、スペイン語はね、結構必須っていうか、結構必要になってくるっていうのをね、まあ、聞いたんで、まあ、英語が通じないということをね、まあ、結構聞いたので、まあ、なんかスペイン語あるとちょっとはマシになるっていうか、うん、結構なんかそういうルートをね、まあ、辿る人が多いっていうことで、まあ、僕自身もね、スペイン語めちゃめちゃ興味あって、で、正直単語しかわかんないですけど、セニョリータとかね、バモスとかね、まあ、そういうのぐらい、もう文法とか一切わかんない人間がゼロから、マジのゼロから始めて、どのくらい喋れるようになるのか1ヶ月でっていうのはね、まあ、ちょっと自分でもちょっと検証したいっていうか、うん、スペイン語にはね、まあ、もともとめちゃめちゃ興味あるんで、ちょっとやってみようと思って、検証するのと、で、あとグアテマラはね、コーヒー飲みながら、ゆったりしたいのもありますし、ちょっとここで1ヶ月、スペイン語留学しようかなって思ってます。スペイン語、グアテマラでスペイン語をね、まあ、終わった後に多分ちょうど年末年始のシーズンになるかなと思いますので、まあ、そこからちょっと北に行って、はい、ニューヨークですね、まあ、タイムズスクエアで、まあ、ベタですけど、
まあ人生一回は経験したいっていうことでタイムズスクエアで年越しをしようかなって思ってます。はい。まあ、まあ、年越し、まあ、すぐ終えて、もうね、ニューヨークも多分物価鬼高いんで、うん、まあ、すぐに南米編をスタートさせようということで、まあ、そこから多分ですけど、コロンビアに行こうかなと思います。はい。まあ、コロンビアのね、あの、メデジンにはね、ちょっとマジで行きたいなっていうのがあって、麻薬王のね、あの、パブロ・エスコバルっていう、まあ、多分、結構みんな多分知ってると思うんですけど、まあ、あの、ネットフリックスであの、ナルコスっていうね、まあ、ドラマを見てて、もうめっちゃハマって、麻薬王が支配した街、マフィアが支配した街って言われてるね、あの、そのメデジンをね、ちょっと見たいっていうのがあって、でしかも最近はね、あの、メデジンのその都市開発っていうか、ね、進んでて、なんか、2000何年か忘れたですけど、あの、最も革新を遂げた街みたいな感じでね、まあ、紹介されて、で、まあ、治安もね、だいぶ良くなってきてると思うんで、まあ、あの、メデジンはね、やっぱこの目で見ておきたいなっていうのがあります。はい。メデジンは絶対行くかなっていうのがあります。はい。コロンビアはね、まあ多分メデジンだけでいいかな。まあ治安も悪いですし。で、コロンビアからやっぱ無難に、ペルーとボリビアですね。はい。まあここもやっぱりこの世界一周旅の大目玉ですよね。やっぱ、ウユニ塩湖とマチュピチュはね、絶対見ておきたいということで。まあそこはね、行こうかなって思ってます。はい。で、そっからアルゼンチン、パラグアイですかね。あの、イグアスの滝をね、あの、見ようかなと思ってます。はい。まあ、イグアスはね、もう世界三大瀑布ね、あの、僕、あの、カナダにいたんで、まあ、ナイアガラの滝は見た。で、これで、ビクトリアフォールズも見るとして、で、イグアスの滝もね、これで、あの、三大瀑布をね、まあ、制覇できると思うんで、うん。で、イグアスは絶対行くのと。で、その辺のパラグアイ地域にある、日本人街っていうのがね、まあ、あるらしいですよね。あの、で、そこにある民宿さんがね、結構、日本人旅人の南米にある、あの、オアシスみたいな感じでね、まあ、言われてるらしくて、まあ、そこもね、行きたいですし、はい。で、まあ、最後、南米最後はやっぱアルゼンチン行きますかね、はい。まあ、アルゼンチンはね、もう、やっぱフィッツェロイですね、あの、パタゴニアのね、モデルになったあの山、フィッツェロイさんとか、で、あとは氷河とかね、まあ、いろいろあるんで、まあ、見どころ、ね、アルゼンチンの自然も満喫していければいいかなって思います。で、あとはね、肉、やっぱ肉ですね、はい。肉とかもね、まあ、食えたらいいなと思いますし、はい、まああと最後ワンチャンで、ね、ブラジル行こうかなと思いますけど、まあそこはちょっと期間とあれを見て、リオのカーニバルもね、ワンチャン見れたらいいかなと思いますけど、まあそこはもうワンチャンのワンチャンで、まあブラジルも治安悪いし、あんまり意識しすぎずに、まあワンチャン行けたらいいなぐらいの感覚でいようと思います。はい。で、まあ最後は、またアメリカに行って、うん、まあ各都市ちょろっと見て、で最後予算あったらハワイとか行きたいな、やっぱ。ハワイで最後ゆったりして日本帰国っていう感じで行きたいですけど、うん、まあそんな感じで世界一周ざっくりルートをね、まあ、紹介しました。まあ正直ね、本当にやっぱ一番の心配はやっぱお金ですね。200万、300万、そこら200万、250万ぐらいかな、うん、まあそのぐらいで行けるのかっていうのはね、まあ、正直ね、あの、わかんないです僕も、はい。まあ節約するとこは節約するしかないですし、まあ、もちろん基本的にね、物価の高い国ではドミトリーを取るしかないですし、よかったらね、この動画、このルートで、だいたいこの予算なんですけど、あの、もし旅人さんの人で、あの、もし見たら、あの、これ、この予算とこのルートで行けるかなって、ちょっと、あの、旅人さんで見たらね、あの、ぜひコメントください。あの、アドバイスください、本当に。まあ正直ね、まあお金は、の不安はね、正直多分消えないと思うんで、もう、まあ別にもう予算足らなかったら、まあ一回日本帰ってリゾバすればいいやっていうね、まあ、感覚で、まあおればいいなと思ってね。まあ正直もう最後一回で終わらせたいです。はい。もう最後、ね、日本で早く帰って、まああの、ゆっくりね、したいっていうか、早く仕事もしたいですし、まあ本当に最後の、人生最後の目標っていうか、まああとはね、もう日本に帰って、まあ、農業とかね、やれたらいいなって、もうほぼほぼセミリタイヤみたいな感じでね、多分働くと思うんで、もう本当最後人生のね最大目標というか、これをねやっぱ一度は人生でやりたかったんで、まあ最後思いっきりね楽しんでいこうと思います。まあね、これをねやっぱ動画にしてね、まあちょっとでもね、あの、生活の足しになればねいいなと思いますけど、まあそれは別にあんまり意識せずに、やっぱ楽しい自分の思い出を残すのとね、まあ視聴者のねためになる動画がね、まあ、撮れればいいかなと思います。はい。まあね、これから間違いなく面白くなると思うし、でやっぱね今後旅したい人のね、あの、参考になる動画をね撮っていこうと思いますし、まあ、とにかくね楽しんで、もうずっと夢見てきたね、この世界一周っていうのをね夢見てきたんで、思いっきり楽しみたいと思います。見てください、お願いします。
ください。ということでね、この動画良かったなと思う人はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。